特別な人になりたい。特別な人になれない。九太郎が。皆さん、お元気ですか？末吉九太郎こと末吉九太郎です。新年度が始まりました。環境が変わった人、大人もちびっ子たちもみんな環境が変わった人が多いのではないでしょうか。自分が変わっていなくても周りが人が変わってたり、いろいろあると思います、この季節は。なんで、みんな自己紹介する機会多くね。多くねということで、僕も改めて、ここで、自己紹介していくよ、自己紹介していくよ。客の質問ってどうやってやるんだろう、あーと思って分かんなかったんだけど、客質問って検索したら出るんだね。出たので、よくある詳しい自己紹介がしたい人に客の質問っていうのをやっていきたいと思います。みんな、お前らも客の質問答えてくれよな。握り拳ハイタッチ。お名前は末吉九太郎こと末吉九太郎です。誕生日は1993年7月28日生まれです。言うて、04ラインです。血液型は B 型。出身はどこ？これ千葉の木更津って言ってんだけど、僕、生まれたのはね、都内なんですよね。東京で生まれて、4歳くらいで千葉の木更津行って、って感じ。身長は168って言いたいんだけど、てかずっと言ってたんだけど、伸びちゃって169です今。伸びてもうて。ごめんなフィア。足のサイズは 25.5。 でもスニーカーとかはちょっと大きめが可愛かったりするんで26を履いたりしてます。兄弟構成は左っか。好きな色は、大人になってから好きな色がなくなってしまって、子供の時は水色が好きだったりしたんだけど、何でも好きなの。でもなんか最近思うのは、あの炭系の色が好き。好きな食べ物は、1番が焼肉、2番がチョコレートパフェ。嫌いな食べ物は、うなぎ、ウニ、イクラ、サザエ。好きな動物は、ワンちゃん、猫ちゃんとか大好きだし、毛が生えて元気系は大丈夫。大好き。苦手な動物は、ツルツル系、カエルとかヘビとかは苦手です。好きな匂いは、だるリアルな話、日が昇り出した時に窓開けて外の匂い嗅いだ時の、あの朝しか嗅げない匂いはめっちゃ好きなんだよね。朝の匂いは最高さ。季節の変わり目の匂いとかも好きなんですよ僕。夏の夕方の匂いとかも好きだし、寒くなりだして冬だねって感じる匂いも好きだし、そういう匂いが好きです。朝はパン、お米、お米の方が多いか。お米の方が多いけど、明日はパン。ジャパンやん。好きな映画は、昨日の夜は海町ダイアリーを見ながら寝ました。万引き家族も好きだし、ちょっと思い出しただけも好きだし、愛が何度も好きだし、でも邦画が多いです。映画じゃないけど、僕東京フレンズってわかる？ DVD ドラマみたいな。東京フレンズっていうのはもう大昔になったの、僕が子供の時。それが大好きすぎて、つい最近も見たくらいなんだけど、僕東京フレンズマジで好きだかんね。パレードっていう映画めっちゃ大好きで、僕大学生くらいの時にマジで鬼のように見てて、マジで好き。しかもパレードっていう映画の冒頭がめっちゃ好きなの。冒頭の生活のシーンが。好きな漫画は、ちびまる子ちゃんはもうみんな知ってるやん。僕がちびまる子ちゃん大好き、コクラブ会長っていうことは。僕そんなに漫画めっちゃ読むタイプではないんだけど、ちびまる子ちゃん、あと黄昏貴子が好き。これ読んでほしい、大好きなんだ僕。ちびまる子ちゃんと黄昏貴子。好きな曲はたくさんだよな僕。めっちゃいろいろ聞くからな。今さ、ほこり飛んで、ね、僕さ、なんかさ、これ照明焚いてるからさ、ほこりが飛ぶとさ、ほこりがさ光るからさ、なんかさ、こうやって通るんだけどさ、怖いからさ、コメント欄でさ、大目じゃねっていうのマジやめて。怖いんだけど。ほこりが飛んで照明ここで焚いてるから、それが反射して光るの。オーブっていうのマジやめて。ってか今ここでオーブっていうのも怖いし最悪。好きな曲は、でもハローは好きだし、ハロプロさん好きだし、トキセンちゃんも好きだし、トキセンちゃんとかなんか仕事行く時とか元気出す時聞くし、アイコさんなんてもちろん今もう新しいアルバム鬼のように聞いてるし、シーナさんの曲もすごい好きで聞くし、あと森奈々ちゃんの曲も好きで聞くし、あとゆとり世代っていうバンドも好きで聞く。好きなアニメは、アニメ最近見ないんだよね。なんかさ、僕さ、なんかゆいるくんにさ、なんかアニメ見てくださいってめっちゃ勧められたの。分かった、見てみるねって言ったっきり見てねえや。なんだっけあのアニメ、なんか
めっちゃ勧められたんだけど、なんだっけな。でもあれは好きですよ。もうみんな好きだと思うけど、天気の子とか君の名はとかはもうめっちゃ好き。あと新地とか好きだけどね。ちびまる子ちゃんとかは好きだけどさ。 あとジブリだったっていうのが好き。得意なスポーツはない。縄跳びは得意。縄跳びは得意。縄跳び苦手なスポーツはチーム戦系。みんなでチーム組んで協力してなんか感動分かち合う系。僕は感動分かち合えたこと一度もない。50メートル走のタイムは知らんけど。何秒くらいだろう。全く記憶ない。何秒くらい。22とかじゃない。22くらいか。19とかいくかな。知らんけど。でも意外と走りはね、僕鬼遅くはないと思うんだよね。ディズニーはどっち派。どっちも好きだけど、今は C の気分かな。ディズニーで最初に乗るもの、最後に乗るもの。そんなのみんな決まってんの。かっこいいちゃーん。ジブリルーラー、ジブリで、素晴らしい、ワダフォレイ。とりあえずお腹空いて何か食べたいってなるタイプ。チャームポイントは、愛嬌があるところ。自分で言うことじゃないね。自分で言うことじゃないね。コンプレックスは、コンプレックス？なんか、間違ってはないけど、そこまで言うんだくらいのことまで言っちゃうところ。特技は、楽しい動画を作ることじゃない？僕の特技って言ったら。TikTok の楽しい動画を、別に面白いとは言ってないですよ、僕自分で今。楽しい動画。面白くねえよとか書くんじゃねえぞ。楽しい動画を作ること。趣味？趣味は、最近だと一人 UFO キャッチャーと一人カラオケとかもちょくちょくたまに行ってるけど、あとは本当に、なんだろう。でもあれかも僕、その芸能人とか気になった人の経歴調べるの好きかも。初恋はいつ？早いね。でも意外にそんくらいかな、みんな。僕すごかったんだよ。知ってる？頭おかしいんだよ、4歳の時なのに。ハートの形のキーホルダーに自分のソロのプリクラを入れて好きな子にプレゼントしてたの。頭おかしくない？好きな女の子にハートのキーホルダーに自分のソロのプリクラつけたの、あげてたので、その子つけて幼稚園通ってた。かわちかわちね。あとおかやん。今までに告白された回数は5002回。告白された回数なんて言ったらさ、そんなんさ、好きですって言われた回数でしょ。そんなありがたいことにさ、もうみんなが言ってくれるからさ、そんなのもわからんよ。何回かって言ったら、それはね、ファンの人にはめっちゃ告白って、その好きですとか言っていただけるけど、それを入れるのは違うじゃんってなると思うから、それ除きます。それを除いて本当にプライベートのだけでの告白された回数で言うと5002回。今まで告白した回数は、ねえ、そんな言えないよ。告白した回数をさ言うのは違うじゃん。だからさ、告白した回数は言えないけど、告白する時の僕を見て。ちょっといいか。ちょっと話があって。いい。大好きだ。ファーストキスはいつ？やだよ、やだよ。何フェチ？匂い。大好きだ。今まで付き合った人数は？付き合うって何？好きな異性の髪型は鬼縛り。鬼縛りって何？だいな。好きな異性の服装は好きな服。僕本当に好きな服装とかマジでないんだけど。こういう格好してほしいとかマジでないんだよね。あなたが好きって思って着てるその感性が素敵ですって感じ。でも中でもあるのはスカートで、黒いさ、スケスケのスカートあるじゃん。違うよ、全部じゃないよ。そういう変なスカートじゃなくて、下あれなんか履いてんのかな。短いスカート履いてて、この下ロングのスカートで、ここがなんかレースの黒いレースとかでできてるスカートあって、途中がちょっとなんかあれ、なんかあれ、かわいい、好き。一時期見たけど、最近あんまり着てる人はあんま見なくて寂しいけど。かっこいい派？かわいい派？もしくは綺麗派？かわいい派？なんかでくくらなきゃいけないんだとしたら、そのかっこいい派、かわいい派、綺麗派でくくらないといけないんだとしたならば、僕は、朝ドラ派？恋人に求めることは、送迎。
送り迎え。束縛されても平気。え？束縛って何されんの？え？嫌じゃないけど。キューちゃん動画リスナーはさ、みんなさ、束縛ってするの？みんなするのかな？え、受ける。かわちい。今好きな人はいる？え？好きな人。好きな人。好きな人ってさ、好きな人。みんなです。みんなです。だる。だる。悩んでからのみんなです。だる。理想の告白は？え？え、これいいですか？あのさ、日常の架け橋でしてほしくない？なんかさ、これ完全に僕がもう今最近さ、テラハとかさ、オオカミちゃんとかよく僕見てんだけどさ、展開としてさ、素敵なところとかで刺されるよりさ、日常の架け橋でしてるのを見た方がさ、嬉しいんだよね、こっちとら。湧くんだよね。その、星空を見に行ってとか、素敵なご飯屋さんに連れてって。いや、それもいいよ、別に。いいけど、部屋でポテトチップスを食べてる時にとか、最高っさー。おいしいな、おいしいな。おいしいな、おいしいな、おいしいな。このおいしいな、これ。これ何かお寿司かな、これコンソメだ。あ、コンソメか、コンソメだった。これお寿司じゃないんだ。これお寿司じゃない、お寿司じゃないじゃないじゃん。付き合おうか。え？みたいな。色白派？焼けてる派？え、別に。え、でもあんまり焼けすぎてると、なんかこっちも焼かなきゃいけないのかなっては思っちゃう。あ、強制される系みたいな、こっちも焼いた方がいい感じみたいになっちゃうから、あんまり特別焼けすぎてるとなんかプレッシャーを感じちゃうかもしれない。スタイルいい方がいい。え、勝手にしてほしい。興味ないや。一目惚れしたことある？え、一目惚れないわけないじゃん。好きになる瞬間は？え、ね、好きになる瞬間、優しくされた時。ねえ、恋愛系多くない？ねえ、聞いてないんだけど。何されたら冷める？え？あ、でも人に対して冷めるのは死ねっていう人は冷める。スキンシップは好き？何それ？え、頭とか触ったりする人っているよね。普通に無理。汚って思う。触んなよって。汚っていう。お前どんだけ自分の手の綺麗さに自信あんのみたいな。お前汚えよって思うから、スキンシップはダメかも。恋人には甘えたい。甘えていいの？恋人には甘えられた。甘えられるのも悪くないかな。先生の仕草は？え、不意にね、マジでなんか狙った感じじゃなくて、普通に生活してる時にいきなりベランダで洗濯物を干してきて、僕がテレビ見てるとすんじゃん。で、こうやって不意にこうやってベランダの方見た時に、洗濯物を干してたはずなのに、ふと見たらシャーシャーってなんか空とかにめっちゃ威嚇とかしてたら、あ、好きだったって思う。なんで？恋愛は奥手？え？奥手だけど、大胆な時は大胆かな。S、M、A、ド M。デートで行きたいところは？え？え、これリアルなやつ？え、人目のないところ。やっぱ気になっちゃうよね。わがままは許せる？いや、きついかもしんない。こっちがわがままを言いたいから。相手のわがままを許せるとか許せないとかのレベルに達してない。一旦こちらのわがまま聞きなっていう感じ。好きな人にはどんなアピールする？え、何か浴びるときも、シャワー浴びるときでもいいし、太陽浴びるときでもいいし、風を浴びるときでもいいけど、めっちゃ気持ちよさそうに浴びる。アピールになってるかな？年の差はいくつまでいける？えぇ、ー下が18で上は97。ヒロ？こんなに？もう年齢の概念ないじゃん、ほぼ。逆になんで97までな？ 8 はなんでダメな？そこのさ、何？今までの人生で忘れられない人は誰？え？高校生の時の同級生で、友達がいなかったから、なんか修学旅行を沖縄行ったんだけど、班行動するんだけど4人組で、その即席チームだったらマジのマジモンの、そのソロ活動してる友達いない僕と、ソロ活動してる友達のいない子と、ソロ活動してる友達のいない子と、あとグループには所属してんだけど、
人数制限であぶれて行き場所をなくした期間限定のソロ活動してる4人の即席ユニットになって、みんなで沖縄で焼肉食べに行った時に、そのソロ活動、もともとソロ活動してるそのソロ活動の子がすごくその会が楽しかったらしくて、めっちゃテンション上がってホルモンをほぼ生で食べたのがお腹壊さなかったかなって心配それが人生で忘れられない人それはなんで、え、ホルモンって生で食べたらやばいから座右の銘は、え、下には下がいる。されたら嫌なことは、え、あ、でも本当にそう、顔触られるのとかマジ嫌い。頭とか触ってくるのも嫌だし、そう、触る系、こっから上触る系はもう本当に無理です。家族は好き、あ、好きですね。僕家族は好きだと思いますよ、昔から。友達は多い、少ないですね。友達は少ないです。自分を動物に例えると、えー、何ですか、僕を動物に例えると何？それ見た目とかじゃなくてちゃんと内面で見てほしい。みんな僕を動物に例えたら何かと、その理由を内面を込み込みでちょっと教えてください。内面の話この動画でもしてるからちょっと知ってもらえたと思う。掃除はできる、え、めっちゃできます。掃除はできる。クイックルワイパーでパーって掃除してみたいな、で水道とかパーって水道系洗ってとか、コロコロしてとかめっちゃするから、そうじゃできます。料理はできる。得意料理は、料理はこの間カレー作ったら地獄みたいに美味しかった。とんでもなかった。途中まで味しなかったのにめっちゃ美味しかった。何か恐怖症はある？恐怖症、あ、高所は恐怖症だと思うけど、ちょっと最近かな、昔からかな、なんか夜中に何も焦ってないのに急かされる感覚になるだよね。こう上の棚から洗濯物取って洗剤とか入れてる時に、早くしなきゃ早くしなきゃ早くしなきゃって言って、なんかうわーってなっちゃうことがあるの。これ何？だからって別にその後なんか別に息が荒れると上がらなくなるとかじゃなくて、あ、やばいやばい、早くしなきゃ早くしなきゃ早くしなきゃって言って、え、なんで早くしなきゃいけないのって思うんだけど、それでもなお早くしなきゃって思っちゃうのが本当にたまにある。武勇伝はある？え、武勇伝、え、ない。武勇伝って何？武勇伝って痛くない？黒歴史はある？黒歴史、あ、でも僕の当時の昔の中高生の頃にリアルっていうのがあったんですよ。ツイッターみたいなノリだよね、きっとの自分のページみたいの作れたんですよ、リアルって。それはもしかしたらもうちゃんと消してきてるからあれだけど、ちょっと黒歴史感はあるかな。何か言ってたか覚えてないけどね。朝の準備にはどのくらいかかる？これね、もう今朝はですね、メイク済みだったんですけど、メイク済みでメイクをしてかなきゃいけなかったんだけど、起きて30分に家出れました。今までは1時間半だとか、1時間半前に起きなきゃそのヘアメイクしていく場合は無理だったんだけど、30分前でもヘアメイクして仕上げていけたんですよ。なんかやっぱこう何回も何回も朝を繰り返してるじゃないですか。朝起きて準備してを繰り返してると、どんどん諦めっていうものが出てきて、諦めの繰り返しで30分でいけるようになったんで、ちょっともしかしたらまた10年後には15分とかでもうバッチリセットした状態で家出れるようになってるかもしれないですけど、今の段階では30分です。朝は弱い、寝起きはいいと思う。お風呂はシャワーだけ派、しっかり湯船派。どっちもめんどくさい日はシャワーだけど、湯船も好きだから入浴剤とか入れるのも好き。お風呂にはどのくらい入る？でも僕ね、短くはないです。シャワーだけでも 2,30 分入るし、湯船だったら1時間半とか、そのシャワーの時間も入れて1時間半とか2時間とか、なんかスマホいじるからね、僕スマホいじってずっと、なんかなんなら寒くなる、お湯が冷めてるみたいなこともあるから。お化けは信じる？信じるよ、信じるけど、あんまお化けの話は怖いからしない。宇宙人とか UFO は信じる？信じるよ。サンタさんは信じる？やめられない癖とかある？爪を噛む。爪僕使ってないです、爪切り。ずっと手の爪は噛んでます。癖っ毛、直毛、直毛じゃないかも、ちょっと癖っ毛かも。こっちとこっち生え方違うから。カラオケの18番はないかも、マジで。決まったものとかないです。いつもその時によって背取りは変える。今欲しいものは、幸せ。滑舌はいい方？僕って滑舌どうですか？わかんない、自分がいいか悪いか。でも可愛こぶってわざとっていうか、滑舌は可愛こぶろうと、可愛こぶりたい相手がいる時に勝手に滑舌が悪くなるスイッチはついてる。五感の中でどれが自信ある？五感？視覚かも。マジのヤバそうなやつとか嫌なやつはわかる。なりたい顔の芸能人は、僕誰だろう、なりたい芸能人の顔。でもさ、僕なりたい顔になっちゃったらさ、
客観的に見れないから嫌なんだよね。なりたい顔になっちゃったらさ、客観的に見れないからさ。はい、暑がり寒がり、暑がりか。冬の電車に乗って汗かくのがめっちゃ嫌い。部活は何？中学はテニス部に入って半年で幽霊部員になって、で高校は剣道部に入って、なんか先輩が引退するタイミングで一緒にフェードアウトして引退しました。それ引退って言わねえから。サプライズされるのは好き。サプライズでーすみたいのはマジで苦手。その普通にいきなりプレゼントポンって渡されたりして、みたいな、嬉しいみたいなのは嬉しいけど、サプライズです、ドーン、バババババババみたいのはちょっと、ありがとうってなっちゃう。サプライズするのは好き。あ、サプライズもそのなんていうの、さらっとしたサプライズが好き。サプライズだよ、どうですかっていうのは全然できないけど、そのなんかちょってプレゼント渡したりっていうのは好き。捨てられないものってある？僕割と何でも捨てれちゃう。ないです。寝るときに照明はどうしてる？電気は全部消すけど、テレビはもうつけっぱで、最近はテラスハウスとか、昨日は海町ダイアリーですけど、そういうなんか何かしら流しながら絶対寝てます。寝るときの姿勢は、横向きかうつ伏せで床で寝てます。床に布団も引かずに、このカーペットの上で毛布かけて、枕は白のぬいぐるみ、このぬいぐるみぺちゃんこになってるけど枕にして寝てます。1ヶ月くらいずっとそれ。これがないと寝られないってものは床、床がないと眠れない。今さらだけど、好きな教科と嫌いな教科、これ学生用だったの？あ、だから恋愛系多かったの。なんかそこに敏感な人たちが答える系だったら、あ、学生用じゃん。好きな教科、ここが嫌いな教科、なんだろう、ガッカツ何系男子？僕が何系男子？なんだろう、僕なんですか？あ、これもじゃあコメント欄で聞こう。僕が何系男子か書いてください。最近嬉しかったことは、完全に愛子さんに会ったこと。僕あれ以上に体温が上がってブワーってなったのはね、人生でない愛子さんとおしゃべりできたことが一番嬉しかったです。最近面白かったことは、僕生配信中に寝落ちしたじゃないですか、この間。YouTube でぜひ見てほしいんですけど、生配信で寝落ちして、それを自分で見た時にマジで爆笑した。やばみたいな、きしょすぎと思って。あれはめっちゃ分かった。最近怒ったことはないかもしれない。わかんない。でもこれ、なんか周りの人が見て、いや、お前怒ってんじゃんって思われるだろうけど、今思いつかないけど。でも怒りの感情が芽生えても、そこに諦めってものを振りかけをかけると、怒るってところに達しないじゃないですか。でその諦めっていう振りかけがあるから、あんま怒らないかもしれない。最近泣いたことは、最近泣いたこと、なんか TikTok 見てて泣きそうになったけど、なんだっけな。なんかでも本当に何気ない、なんか子供、ちびっ子たちが頑張ってダンスを踊ってる映像とか見て、で泣いちゃったりする。そういうなんか何気ない日常に泣きそうになって年を感じる。やっぱ年齢を重ねると、そういうなんか日常の幸せに涙を流したりしませんか？皆さんどうですか？最近びっくりしたことは、びっくりしたこと、ないかも。なんか怖いこと思い出しちゃった。そういえば僕寝てる時になんか足引っ張られてる感覚になったんだ。あれなんかしびれてたのかな。右足の親指めっちゃ誰かに引っ張られてて、引っ張られるの怖いんだけどって思いながら、でも眠くて寝た。そういえばあったわ。あれ多分しびれてたんだな。最近の悩みは、誰もウィキペディアを更新してくれない。ね、更新して、誰かお願い。最近病んだりしてない？大丈夫。最近ですか？全然病んでないですね、最近は。最近は病んでません。最後に一言どうぞ。これからも仲良くしてね。これからも仲良くしてね。これからも仲良くしてね。おされの名義、私の字名義。